今回はですね、えー、とクリアボールの、まあえー、優先順位というか、えー、クリアボールに対しても、まあ、優先順位があって、まあ、その優先順位を、えーまあ、クリア、まあ、優先順位を、えー、につなげるために、まあ、どのような、えー、技術が必要なのかとか、まあ、目的があった上で、えー、技術をこういうような技術が 必要になってきますとか、まあそういうような話なのかなっていうふうに思っております。で、なので、まずはあの技術の部分については、まあ別として、えー、優先順位の部分について、えー、今日は話ができればと思います。はい。で、まあ、えっ、ー、と、サッカー、ディフェンスとか、まああのー、 えーとボールを奪った時とか、えー、攻撃につなげる場合に、まあ、そのやむを得ずえず、ーまあ、相手選手に、えー、簡単につなげなかったりとか、まあ、クリアをしないといけない場面っていうのが、えー、とサッカーの中では多々あります。でその中で、えーまあ、相手に攻め込まれている中でクリアをするっていう時に、えーまあ、自分たちの、えーまあ、ゴールから、まあ、ボールをまず 遠ざけるってことが最優先になってくるんですけれども、ただそれを、まあ、闇雲に、えー、遠くに蹴ればいいっていうところでもなくてですね、まあ、どこを狙って蹴るべきかっていうところを、まあ、お話しさせていただきます。はい。で、まあ、まず一つ目については、まあ、クリアの目的っていうのは先ほどお伝えした、クリアの目的はゴールから、まあ、ボールを遠ざけるところっていうところですね。はい。で、えー、 まあただ、えっ、ー、と、まあ、遠くに蹴るっていうことは必ずいいっていうことでもなくてですね、まあ、あの、優先順位としてはですね、えー、まあ、一つ目ですね、まあ、え一、ー、つ目としては、まあ、自分たちのカウンターにつながるようなパスですね。まあ、どういうものかっていうと、 まあ例えば、まあ、ボールを、このディフェンスの選手が、えー、相手の、まあ、相手に攻め込まれていて、まず一旦クリアをして、えー、体勢を立て直そうとか、まあ、そういうふうな場合にですね、まあ、ただ、それでも、えー、まあそのまま攻撃につながれば、それが一番いいプレーにはなるので、えー、どういうものかっていうと、ま,あ、まず、 ここから相手の背後につながるようなカウンター一本でですね、つながるようなゴールに直結するようなパス。それができたら一番クリアでも、あのー、 まあ第一優先に考えたいところですね遠くを見るところにもがってくくるるとと思います遠を見ころから近くを選択していくっていうようなものにもつながるんですけれどもまずは、えー、ゴールに直結できるようなカウンターになるようなボールが出せないかどうかっていうところですねそこを見るっていう必要がありますで2つ目についてがえー ボールを奪われないような場所に確実につなぐっていうところですね。はい。まあ、例えば、まあ、ここの選手が相手に立っ、まあ、間に立っていてボールを受けられるっていうのであれば、まあ、このようなところにパスを確実につなぐ。まあ、またこのようなところに確実につなぐ。っていうことですね。相手に奪われないで確実に、まあ、できればフリーの選手に、 しっかりつなぐっていうことができると、えー、いいのかなっていうと2つ目ですね。はい。で三つ目についてが、えー、まあつなげない場合には、まあ、なるべく遠くに、えー、出すっていうところですね。まあ、なるべく遠くに配給するっていうことですね。 で、あとは、なるべく外側ですね。外側に出して、一旦中を固めましょう。一旦外に追い出して、えー、一旦中の体勢を整えるとか、まあ一番危なくないところに、まずはボールを、えー、クリアしていくっていうことですね。はい。で、えー、四つ目。まあそれでもできないような場合っていうのは、えー、なるべく高くボールを上げて、その浮いている 時まあ、浮いているボールに対して、えー、自分たちは体勢を整えてですね、えー、セカンドボールを狙って擬人、えー、したりとか、まあ、次の、えー、このボールを狙うために準備を整えるような、まあ、そのようなことが一、えー、つかなっていうところですねはいなのでえっ、ー、とまあクリアの優先順位としてはまああの基本的なセオリーとしてはクリアの目的っていうのはゴールからボールを遠ざけること ですが、まあ、その中でも、まあ、どのように優先順位クリアの優先順位のがあるのかというところだと、えー、カウンターもしくはゴールに直結するような、えーまあ、まず遠くを見ましょうというところですね遠くを見て相手にゴールに近い場所に出せないかというところをまず1つ目の優先順位ですねで2つ目が、えーまあ、ボールをしっかり奪われないような ところに、えー、相手、で、味方選手にしっかりつないでいくっていうことですね。つなぐ。つなげないかどうかってことですね。はい。で、3つ目が、まあ、つなげない場合ですね。もうつなげない場合には、なるべく遠くに。プラス、えっ、ー、と、サイド、まあ、外側とか、あとは、えー、そうですね。外側のスペースとか、えー、まあ、自分たちが一旦、 えー、体勢を立て直すとか、えー、相手をまず、えー、押し下げるとかまあそういうようなところの、えー、クリアっていうのが必要になってきます。で4つ目それもできない場合もうそういう場合には一旦高くえー、上げてですねまあそこで基準したり、えー、体勢をた整えたり、えー、してですねあのー、まあいたあの相手の攻撃っていうのをええーまあ、やすくす いた受けるというかまああの、まあ、受けないような形ですねあのできクリアをするっていうところですねはいまあ以上がえー、まあクリアボールの、まあ、優先順位のところですねの、えー、説明をさせていただきましたまあ基本的にはえっ、ー、と基本的なところで言うとまあクリアの目的っていうのはボールから遠ざけること で、えー、その中には、えー、クリアの優先順位がありますっていうところですね。でその中で、まあ、補足のすると,、えー、とまあ遠いところから、まあ、パスの優先順位のところで、えーまあ、ゴールに直結するところを狙ったりとかですねそういうところも、えーまあ、遠くから近いところを見ていくような、まあ、そういうような意識があると、えーまあ、この優先順位っていうのもわ、えー、かりやすくなるんじゃないのかなと思います。 はい、えー。以上がクリアボールの優先順位の説明をさせていただきました。えー、ご参考にしていただければと思います、えー。ご視聴いただきありがとうございました。